僕らは宇宙の果てしらないぜ。
うお、もう帰ってきた。お、まだ1分も経ってないのに。オカリン？ちょ、オカリン血まみれじゃん。どうしたん？父さん、タオルと水、あと服も今すぐ手に入れてきて。え、どういうことか説明プリーズ。いいから早く。わかったお。オカリン、大丈夫？しっかりして、死なないで。大丈夫、怪我してるわけじゃないよ。無駄だったんだ。何をやっても無駄だ。全部決まってしまっていることなんだよ。同じだ。真由里の時と同じなんだ。どれだけもがいた結果は同じになる。無駄だよ。無駄なんだ。何もかも無駄なんだよ。俺はやっぱりクリスを助けられないんだ。分かってた。分かってたんだ。こうなるって。もう疲れた。ずっと休んでないんだ。だからもういいよ。
オカリン、一体何が。俺が殺してしまった。マキセ・クリソーさん、刺し殺しちゃったんだ。殺した？嘘、そんな。でも安心して、まだもう一回分タイムトラベルはできる。ほっといてくれ。俺のことなんか何度やったって結果は同じだ。何言ってんの？諦めるつもり？オカリンおじさんの肩には何十億っていう人の命がかかってるんだよ。たった一回の失敗が何だって言うんだ。クリスはどうやったって助けられない。世界線の収束には逆らえない。こうなったらビンタしてでも気合い入れ直して。ダメだよ、アレジーするのは良くないよ。こんなボロボロになってるオカリン見てられないもん。でもさ、このままじゃ未来を変えられない。どうして未来のことをオカリン一人に押し付けるの？そんなの重すぎるよ。オカリンおじさんには世界の観測者としての能力があるからだよ。オカリンが望んだわけじゃないのに。それにもう一度やったってまたオカリンが傷つくだけだって思うな。未来のことを人一人で変えようなんてきっと無理なんだよ。だからそのためのシュタインズゲートで、うん、気持ちはわかるよ。でもさ、私も未来をかけてここまで来てるんだよね。どっちにしろ2036年には戻れないんだ。そう簡単に諦めるつもりはないから。オカリンおじさん、一つだけ忠告しとく。このタイムマシンに残されてる燃料は有限なの。さっきは往復2回分しか残ってないって言ったけど、実はまだそれなりに余裕はある。それでも移動できる時間はおよそ344日分。片道のタイムトラベルだとしても、今から1年と経たないうちに7月28日には届かなくなる。覚えといて。その日になったらさ、私はたとえ一人でも飛ぶよ。
ちょっと、そこの方？ん？ごめんなさい。スタッフルームってどこかしら？ここは ATF のセミナー会場だけど。そんなの分かっているわ。何度同じ話を繰り返せば気が済むの？いや、今初めて行ったんだけど。私にとってはあなたで4回目よ。この場所に来てからね。ビクトル・コンドリア大学脳科学研究所。あ、そのカードどこに落ちてたんだ？拾ってくれたん。その話も4回目よ。え？ヒア城真帆って読むの。
私の名前ヒヤジョウマホ。漢字でもローマ字でも誰も読めた試しがないから先に言っとくわ。ビクトルコンドリア大学の中学生？寝ぼけるなら夜にして。大学に中学生がいるわけないでしょ。それもそうだ。じゃあ飛び級か。一つ確認していいかしら。ああ。あなた今少なからず衝撃を受けて。こんな小さい子が、信じられないかしら。それとも、この年齢ですごいの方。あ、高校をよく見なさい。つまり立派な成人女性よ。中学生じゃないのよ。もちろん小学生でも幼稚園児でも。何かしらその顔は。ああ、いや、悪かった。謝る。世界中どこへ行っても同じ目に遭ってるから。うん、そうだろうな。何か言った？あ、いや、別に。君が今日は登壇を？いいえ、私は助手として来たの。あと通訳も兼ねてね。テーマは人工知能革命。うん、面白そうだ。時間があったらぜひ聞いてみてほしいわね。そうするよ。あ、スタッフルームだったよな。ありがとう。雑誌社の方でしたよね。
お約束通り主催を。レスキネン教授はまだなんです。少しお待たせしてしまいますけど。はい。それまで私でよければシステムの概要でも。お願いします。桐生萌香、もしかしてまたお前なのか。ここでもまたお前が。
Ladies and gentlemen. Thank you for attending this seminar. 皆さん、本日は私のセミナーに集まってくださって感謝します。I am Alexis Lesnin at the Victor Kondria 大学脳科学研究所のアレクシス・レスキネンです。専門は脳信号処理システムおよび人工知能理論になります。そして私は助手の比谷城真帆です。同じく脳科学研究所で教授の指導に沿って研究をしています。よろしく。では早速ですが、私たちの最先端研究の一端をご紹介します。テーマは人工知能革命としましたが、これからデモンストレーションするシステムはおそらく皆さんの想像を超えたものではないかと思っています。このパソコンですが、研究所のスーパーコンピューターの…ああ、まだプロジェクターには映さないで。すみません、まだ開発途中なんです。こんなチープなプログラムを見られるのは恥ずかしい。裸を見られるよりもね。この中にエンジニアの方がいるなら理解していただけますよね。起動するまでの間、このシステム全体の概略を説明しましょう。サイエンス誌に掲載されたのでご存知の方もいるでしょう。これは私たちのチームにいた天才的な日本人研究者によって提唱され完成されたものです。人間の記憶は大脳皮質、とりわけ側頭葉に記録されます。いわゆるそのメモリに記憶を書き込んだり読み出したりするのが側頭葉にある海馬傍回という部位になります。脳はニューロンと呼ばれる細胞の間を電気信号が伝わっていくことで働いています。記憶というのも実はこういった電気信号の伝わりの一つなのです。その働きを制御しているのが海馬傍回と言ってもいいでしょう。つまり電気信号が海馬傍回を出入りすることで記憶は作られていくんですね。そこでマキセ・クリスはこの論文を、マキセ研究員は海馬傍回を通る電気信号が電気信号のパターンと大脳皮質の研究員は海馬傍回を出入りする電気信号のパターンに着目しました。そのパターンが大脳皮質のどの記憶と対応しているのか解析を行って完全なデータを得たのです。
これによって記憶という曖昧でアナログなものを電気信号のパターンの組み合わせというデジタルのもの、これがサイエンス誌に掲載された彼女の論文です。そして現在私たちのチームはその理論をもとに人間の記憶をデジタルデータとして取得するシステムを開発しています。それはすなわち人間の記憶をコンピューターに保存し、それを活用するシステムということになります。現在私たちが行っているプロジェクトは主に2つです。1つはこちらは精神生理学研究所と共同、コンピューターに保存した記憶データを海馬傍回を通して再び元の脳に書き戻す。インクレディブル。信じがたいですか。その気持ちは理解できます。私も。しかし、この研究に私たちは手応えを感じています。例えば、老化による記憶障害、あとはアルツハイマーなど、そうしたものへの対処療法が期待できます。患者の記憶をデータとして自動的にバックアップしていくのです。記憶が失われたとしても、それによって忘却の進行を食い止められるのではないか、私たちはそう考えています。最終的には海馬傍回からそうすれば脳機能が失われた状態、例えばそのような状態でも変わらず脳機能を維持で、あたかも外部ストレージと同じように、どうやら2つ目のプロジェクト、できる範囲でお答えします。どうぞ。その質問を言い換える。オーケストラの生演奏を WAV のデータに保存する際、生演奏の全てを完璧に記録することはできないと。確かにその懸念はあります。現在の研究で脳内のネットワークが神経伝達物質のオンオフだけで、つまり二進数的にデータのやり取りをしているのであれば簡単な問題でした。それはデジタルデータと同じことだからです。しかし実際には伝達物質や電気信号は脳内でアナログ的に変化することが分かっています。
この問題に関しては今のところより高いサンプリングレートでデータをサンプルする方法しか、音楽の話で言えば 44.1kHz よりも 48kHz、 48、それによってデジタルでありながらアナログデータに近い情報を得ようとしています。そもそもこれは医学的に無謀でしょう。デジタルデータを脳に書き戻すなんて絶対に不可能だ。正気サイエンス誌に掲載されたあの論文も読みましたが、にわかには信じられない。ましてや筆頭著者が若干17歳の女性だったとあっては。あなたね、意義あり！あ？やってみもしないで何がわかるって言うんだ。最初は無理だと思われてた技術なんてこの世にいくらでもあるじゃないか。でもそれを克服した研究者がいたからこそ今があるんだろう。ただ批判するだけじゃ何も生まれない。あなた、素晴らしい。彼はなかなか大したやつだ。ですって。ただし、科学者たるもの常に冷静でなければいけない。大声で怒鳴っていいのは実験が成功した時の。 We did it! それだけで十分だそう。すみません。それでは皆さん、そろそろ次に。でも、その前に勇敢な彼に拍手をお願いします。彼のような挑戦者こそが、彼ならきっと、第三。ちなみに、第二のアインシュタインは、ここにいるちょっと小うるさい私の助手。変なこと言うのはやめてください、教授。さて、ここでこれから私よりも優秀なこれが私たちのチームが今最も力を入れている二つ目のプロジェクト。
アマデウスシステムです。皆さん、初めてお目にかかります。あ、ちなみにこれは映画などで有名なドリンクワークススタジオに作成してもらったモデルです。声については私のボイスサンプルをデータベースにして日本の山名が作ってくれました。私は冷や城真帆です。正確に言うなら78時間22分前の冷や城真帆から派生した存在ということになります。先ほどから皆さんの質問を聞かせていただいていました。教授はどうして私を早く紹介しないのかと、とてももどかしく思っていましたよ。以前から感じていましたが、どうも教授は人が悪いようですね。まったくだわ。疑問に思っています。人間の記憶をデータとして取り出したり、それを保存したり、さらにはそのデータを活用したり、そんなことが本当に可能なのかと。それでは私は一体何でしょうか。私は78時間23分前の冷や城真帆の脳内から取り出された記憶を持ち、そのデータをベースにして動いているのです。として大学に訴えてもいいでしょうか。教授はですね、その私に対して、いつ頃まで初恋はいつだったかとか何でも答えられるだろうと。ああ、もうそれ以上通訳しなくていいわ。恥ずかしいからやめてくれないかしら。私はそういう質問には一切答えないわよ。クレジットカードの番号なんてもっと言えません。あと1週間前に着ていたパジャマの色なんて覚えてるわけないです。ちょっと、いい加減このいたずらな子供を何とかしてくれないかしら。何をしたいのか理解はできるけど、とにかく恥ずかしいわ。いたずらな子供ではなく、レスキネン教授が面白がってなかなか説明してくれないので、代わりに私がお話しします。皆さん、もうお分かりかと思いますが、アマデウスは自分が話していいこととそうでないこと、私たちはアマデウスにそういったプログラムを一切施していません。彼女は与えられた私の記憶からそれを独自に判断し、自律的にそういう行動をとっているのです。そしてこれは先ほどの医療分野への応用とは方向性が真逆になってしまい、
研究所内でもずっと議論が交わされていることですが、私は不必要な情報をいつの間にか忘れてしまうというか、記憶の引き出しから出してこられなくなるのです。例えば1週間前に着ていたパジャマの色、確かにそれを知っていたはずな。そのような情報は生存していく上で必要がない。このようにアマデウスは記憶のインプットやアウトプットが人間のそれと非常に近いのです。これは私たちも驚くべき結果として研究を重ねている最中で、まだ詳しくは解明されていません。さらに私たちを驚かせたのは、アマデウスが何らかのトラブルやミスではなく、わざとそう。嘘は人間が他人とコミュニケーションを取る上での一つの手法です。アマデウスもインプットされた記憶を自律的に検討し、必要であれば自分や他人のために平気で嘘をつきます。教授、誤解を招くような言い方はやめてください。嘘をつくのに平気なことなんてありません。私だって両親が咎めます。 I'm so sorry, Anne. This has led us to some interesting... このような検証を続けていくことで、最終 For one, we believe it's possible アマデウスに人間と同様の魂を宿すことができるのではないかと考えています。これこそ本当の意味での人工知能ということになります。白衣なんです。ちゃんとした服も持ってきたつもりだったのよ。あなた昼間受付にいた人ね。岡部凛太郎です。
東京電機大学の学生で伊崎ゼミで勉強してます。いいわ、無理に丁寧に話さなくても。珍しい名前でしょ、私。え、ああ、誰も読めないとか言ってたっけ。沖縄ではよくある名字なんだけれどね。沖縄出身なのか。曽祖父と曽祖母がね、移民なのよ。私はアメリカ生まれのアメリカ育ち。ハーフにはあんまり見えないな。クォーター。外れ。祖父祖母父母すべて日本人よ。 DNA は生粋のジャパニーズ。へえ。今日はすまなかったな。ん？何が？いや、セミナーの途中で邪魔を。ああ、あれね。気にすることないわ。あなたが声を上げなかったら、多分私が同じことをしていたから。許せないの、ああいう人。いいのか、そんなこと言って。教授が言ってたじゃないか、科学者たるもの常に冷静にって。今のは科学者としての発言じゃないわ。だから構わないのよ。良くないわね、ああいう批判は。言い方こそ悪いけれど、それでも事実には違いないんだもん。私たちの研究がまだ無謀の域から出ていないと言われれば、確かにその通りよ。そうなのか。取り組まなくてはいけない課題が山積みだわ。さっきセミナーで話した以上にね。例えば記憶データを元の脳に書き戻すことができても、それを脳が利用できなければ何の意味もないの。記憶があっても思い出せない状態、つまり記憶喪失の脳と同じになってしまう。確か人間が記憶にアクセスしようとするときは前頭葉から側頭葉へ信号が行くんだったよな。ええ、トップダウン記憶検索信号ね。だったら、
で最後に側頭葉に記憶を書き戻す、一緒にコピーしたギジパルスを前頭葉の方に送り込めば記憶検索信号はちゃんと働くと思う。あなたそれを自分で導き出したの？え、ああ、いや。脳科学専攻じゃないわね。ということは誰かに？それとも論文？うん、それはないわ。まだ論。何かおかしいこと言ったか？俺。そうじゃなくて、私の後輩がね、全く同じ理論を提唱していたことがあるのよ。どのスタッフもずっと懐疑的だったけど、彼女だけは絶対に証明できるって言い張っていたわ。実証試験に進む前に彼女はいなくなっちゃったんだけど、それは実はこの理論クリスからレクチャーされた。え？今なんて？マキセ・クリスが教えてくれたんだよ。クリスが？あなたいつ？どうして？彼女がこっちに留学してた時だ。友達になってこういう話をよくした。何が？彼女と友達になってくれてよ。日本に来てたった一人で。勉強していてもきっとつまらなかったと思うから。一人で勉強していてもきっとつまらなかったと思うから。Thank you.
口喧嘩ばっかりだったけどな。あの子らしいわね。絶対に負けを認めなかったでしょう。ああ、へりくつばっかりこねていた。ロボトミー手術してあんたの前頭葉を書き出してやるぞとかよく言われたし。え？まさかそんなこと。クリスなら言いそうね。だろ？ちゃんと後輩の教育をしておいてほしかった。その点に関しては認めるわ。陳謝します。どうした？あ、え？大丈夫か？平気よ、ごめんなさい。勇敢なる大佐のアインシュタイン。え？教授、俺、その…しかし、私の助手を泣かせてしまったのは見過ごせないね。な、あ、いや、これは…違います、教授。私が勝手に。彼は関係ないですから。クリスです。彼とクリスの話をしていたらいろいろ感情があふれてしまって。クリス？君はクリスの友人？それは、はい。岡部凛太郎さん、学生だそうです。ですか。そういうことなら魔法。はい。ミスター・オカーベに会わせてあげたらどうかな。まさか。ここで彼に出会った偶然、日本にいる間彼にテストになった。本気ですか？部外者なのにそんないきなり。クリスの友人ならば部外者ではない。そうだろう。ですが。俺、ぜひお手伝いしたいです。ナイス。じゃあ、詳細は真帆に聞いて。よろしく。アマデウスに合わせるとか、テスターとか、一体何の話なんだ？コンベンションでやったデモンストレーション。アマデウスは私の記憶を使っていたんだけれど、アマデウスのデータとしてもう一人分研究者の記憶が保存してあるのよ。ん？まさかあいつなのか？そう。アマデウスの中には
マキセ・クリスの記憶が保存されているわ。8ヶ月前のクリスだけれどね。ここは？各国の脳科学研究者が連携をして新しい機構を作る予定なの。私たちの研究所が主導してね。教授は今日はオフ。君も？ええ、そうじゃなかったら昼過ぎまで寝ていられるわけないでしょ。あいつはクリスのアマデウスは、ええ、あいつと呼んだわ。え、ああ、私が思っているよりもずっと親しかったのね、あなたたち。だとしたら会うのはやめた方がいいかもしれないわよ。
うしてだ。相手が親しい人であればあるほどあのシステムは残酷だと思うから。大丈夫だ。はあ、分かった。もう言わない。ロードする記憶はクリスが最後に更新をした。だから3月以降、例えば彼女が日本に留学していた時のことを聞いても、それに3月から今日までの間に私やその度にクリスは、ああ私たちが聞かせた話、ネットで検索した情報、つまりこれか、このシステムの問題点の一つなんだけれど、往々にしてこちら側まるで本当のクリスと今この瞬間にチャットでもしているような錯覚に陥るから。共有できていない記憶の齟齬に関してこちらの脳がついていけなくなってしまうのね。案内してくれ。こっちよ。ずいぶん厳重なんだな。今の時代、産業スパイが一番恐ろしいの。どうぞ。少しだけ後ろに座っていて。準備はいい？ああ、頼む。ごめんなさい、ここはちょっと見せ…まあ、俺が見たところでさっぱりだけどな。でも、一応ね。まだ間に合うわよ。今すぐここから出ていけばいいわ。意地が悪いな。そう？あなたのこと、し、だったらもう少しそれらしい言い方をした方がいい。クリスといい、君といい、実験大好きっ子は。実験ばかりに明け暮れているやつは可愛げがない。今の発言は明らかに誹謗中傷ね。侮辱罪で訴えてあげてもいいわ。やめてくれ、恐ろしい。いい弁護士を知っているから紹介してあげましょうか。その前に告訴を取り下げてくれ。示談に持ち込もうというのならそれ相応の金額は覚悟することね。後で毒ペンを奢るかな。安い。
おかしいんです？先輩。先輩、そちらの方は？岡部凛太郎さん。はじめまして、牧瀬クリスです。どうぞよろしく。傘を持たない